A さん、しつこいようですけども第3弾の動画を送っちゃいましょうか。いや思ってなかったでしょ、いくら来るんやみたいな感じでしょ。だって A さんのメールには私の気持ちをねここまで動かす、そんなエッセンスがあったわけですから。だから現実これやってるんですよ。まあ返信一発送っときゃいいかなみたいなことでは済まされないような A さんの文章でしたね。素晴らしいメールだったと思います。今回ね、私が伝えたいのはちょっとね、マインドのことなんですよね。マインドのこと、気持ち、人はね多分ね気持ちによって動くんじゃないかなと思うんですよ。なんかねなかなか早起きする気になれないなとか、なかなか掃除をする気になれないなとか、なかなかモチベーションが上がらないな、ビジネスする気になれないなとか、いろいろその気になれないなってものがあると思うんですよ。で私はねちょっと私の経験ちょっとお話しますけども、私はね自分の強さをひけらかしたくてしょうがない時期があったんですよね。すごく間違っていた時期だったと思います。とにかく自分で新しいね型を覚えたらそれを人に使ってみたくなるとかね、で組手とか試合があるうちはいいんですけども、それがなかった時の私の内在したその、まるで狼のようなね、ライオンとか虎のような猛獣のようなね、そんなエネルギーっていうのはおかしな方向に向かう傾向があったんですね。例えば同じように突っ張ってるやつらに10代の頃ねわざと喧嘩を吹っかけて向かってくることを期待してくれたりとかね、なんですよ。通常はだから何かトラブルを吹っかけても向こうの方で退散していくんでね、こんな姿ですから、だから何も起きなくてチェつまんねえなぐらいで済んでたんですけども、やっぱり向かってくる人はいるわけですよ。その時に私の心の中では高揚感が埋め尽くすんですね。始まったなみたいなね、まるでそのK1 のリングでゴングが鳴ったような感覚です。よしという感じで両者合意のもと始まるなってことですよ。そこで恨みっこなしですよね。ただ恨みっこあるんですよね、人の気持ちってのは。明らかに私の方が吹っかけてるわけですから、勝っても負けても遺恨が残るんですよ相手には、ですんでやっぱりねその後いろいろと厄介なことが起きたりとかしました。これ全部ね私が撒いた種なんですよ。でその経験が今生きて、その強さってのは防御のために使うことはあれどね、そして自分を解放するために使うことはあれども侵略のためとか支配のために使うものではないなと思いました。それは本当に暴力の暴走なんですよ。ですんでこういうふうに今思ってます。力ある正義、あ違う、正義なき力は無能なり、ね、正義なき力は無能なり、力なき正義もまた無能なりということですよね。で私はある方が言ったんですけどもね、理想はケンシロウという言葉があるんですよ。北斗の拳だね。強さと優しさが比例してる男性が好きですみたいなことを言ったことがあって、すごくシンプルだったんですけども、あ確かになと。自分の強さを見せつけたくなったらそれは試合の中でやればいい。自分のね車の速さを競いたかったらレースでやればいいんですよ。それをストリートでやるからファイトになるんですよね。ストリートファイトとかね、ガイドレーサーになるわけです。走り屋ちゃんになっちゃうわけですよ。暴走族になっちゃうわけですよ。だそれではやっぱ済まされないなと思いますんで、だから知恵がいるなと。どこでやったら喜ばれて、どこでやったら迷惑なのかなってことですよね。これよくね体力の余った男の子がなんか思うところだと思うんですよ。自分の腕力をリングの上でやったら喜ばれる、リングの上で人を殴ったら喜ばれる、でもリングを降りて人を殴ったら犯罪者で、これが知恵の始まりなんですよ。私もねある時やっぱこう武道の教えの中でそういうところにやっとね耳を貸すことができて、まあ大怪我をすることもなく、大怪我をさせることもなく、乱れに使うもんではないかなと思いますし、自分が何かね大きな力を手に入れたと過信するべきではないなと思いました。体を鍛えるっていうのは要するに内面を鍛えていることだっていうふうにやっとつながったんですよ。でそれから18か19の時でしたかね、それからね今ビジネスをしながら、ビジネスっていうのは稼ぐためでもあるんですけども、どちらかというと困った人の役に立つためにビジネスってものがあるんじゃないかなと思うんですよ。誰かの困ったっていう問題を解決するためにボランティアですって言われたらなかなかね怪しまれて手を貸してくださいって言ってもらえないんですよ。実は私の経験ではね。だからいや仕事なんでねやらせてもらえますか、いくらですって言った方が頼む方も安心、目的がわかるんで、でやらせてもらう方もいただいたお金に対しての責任を果たすという口実でいつまでたってもフォローアップができるっていう喜びがあるんですよね。だって永遠にボランティアやってたらやってもらった方も気持ち悪いし、
なんか申し訳ないから恩返ししますみたいな感じで、なんかありがた迷惑みたいなね、不損なゲラが発生するんですよ。まあそればかりじゃないんですけども、今回 A さんがいただいた、 A さんからいただいたね、動画に対して、動画じゃない、メールに対して、これまでにね、合計1時間か2時間ぐらいの動画になったと思いますけども、返信をさせていただいたのは、やっぱりね、私自身ね、確認できたなと思ったんですよ。 A さんのメールによって、私は金のためにやった時期も確かにあった、だけど今はそうじゃないなと。おかげさまでこの人には、うん、なんかね、魂をぶつけたいなとかね、分かってもらいたいなとかね、結果的に何もできないかもしれないけども、少なくとも俺はこれだけのことをやったってことで、ね、やりきらないと死んでも死にきれないと思いました。 A さんの存在、もちろんお名前は私知ってます、書いてくれてますからね。この名前を私はね、人生の途中で何度か思い出しながら、これからの残ったね、人生を過ごすと思います。いや、そのぐらいね、 A さんの魂が込められたメッセージじゃなかったかなと思いますよ。で、これは A さんが本当の弱さとか痛みや苦しみを知ってるからこそ、だから賢い人だからこそね、配慮ができると思いますし、文章の並びも素晴らしかったと思います。いや、これ本当にね、もうこのね、文章ね、あっちこっちに見せたいぐらいですよ。これが人の心を動かすメッセージだぞみたいな。コピーライティングなんて、これに比べたらね、二足三文ですよ。商品を売るために人のね、気持ちの隙をつくような文章をつら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 並べるコピーライティング。だから私はコピーライティングを教えられなくもないですけども、コピーライティングによってその教材費を稼ぐって発想はいまいち持てないんですよね。もちろんやったこともありますし、これからもやるかもしれないけども、コピーライティングってのは、その気持ちを持ってない人にその気持ちを瞬間的に錯覚によってもたらす作業ですから、だから自分の内面から、内面から出てるものではないんですよね。コピーライティングによって影響を受けさせて行動させるっていうのは、もちろんそういう時も必要ですよ。一定の励ましとか癒しによって、勇気を持てない人に勇気を与えて、その時だけ行動させるっていうのもいるかもしれませんけども、基本的にこれは長く続かないし、長く続けちゃうと人の精神をね、他人の精神に支配させちゃいますよね。どういうことかっていうと、例えば私の励ましがないと何もできない人になってしまうんですよ。私は永遠に面倒見れるかって見ないですからね。そうなったら、久保さんがいなくなったらダメになりました、もしくは久保さんが見放した、裏切った、こういう風な発想になってくるんですよ。まあ、ですんでね、自分の歩みは自分でもたらしてほしい、そう思うだけです。ただ最初の一歩はもしかしたら自分じゃ踏み込めないかもしれない。だからこそそれを伝えたくって、このメッセージをね、また取らせてもらってるんですよ。今は私がこうやって返信ができてます。ただできなくなる時もありますし、もうこの人は大丈夫かなと思ったらもうしないかもしれません。ですんでね、これから手厚いメッセージが届かなくても見放したわけではないってことをね、感じてほしいんですよ。それはですね、もう俺がいなくても大丈夫じゃないかなと、 A さんの心の中にはこの私の速稼塾マインドが根付いたんじゃないかなと、せめて花は咲かさないまでも双葉三つ葉ぐらいにはなったんじゃないかなと思ったら、あとはそれを育ててくれませんかっていうふうなね、そういうふうな段階に変わってくることがあると思うんですよ。で、今日はですね、しっかりと時間を使ってメッセージを送らせていただきました。もういいだろうと思ったところから、もうね、2発目3発目と出させてもらったんですけども、いや、これも伝えた方がいいかなっていうふうに、私の動画を撮った後の時間も A さんが支配してるんですよ。いい意味でね、いい意味で影響を与えてくれてます。なんか逆に私ね、今日はね、晴れ晴れとした気持ちで勇気を持ってね、すがすがしく生きていけるような気がします。本当に A さんのメールのおかげです。で、吉田さんのことも書いてたでしょ。吉田さんとの縁もこれによってまたね、まあ、これを持って申し合わせるわけじゃないですよ。 A さんからこんなメールありましたみたいなことはやんないですよ。でもきっと吉田さんにもなんとなく私がどうするべきか、どうしているかってことは伝わってるんじゃないかなと思いますよね。まあ老仲間ですからね、うん。まあ、そんな感じでね、今日すいません、動画3発連続になっちゃいましたけども、時間を取っていただきましてありがとうございます。きっとね、他の方も少数ですけども見ていると思います。ぜひね、自分の心弱ったなと思った時に私にメールを送ることによってね、何かね、もやもやっとしたものが少しでも霧が晴れるようでしたら遠慮なく送っていただければと思います。じゃあ本日は以上ですかね。はい、ではまだお昼のお昼下がりですか、3時ぐらいですか、今3時前ですね。まだまだ今日という日は続きますんで、なんか一人でも多くのね方の笑顔を思い浮かべながら暮らしていきたいなと思います。
じゃあ私はもうちょっとトレーニングに打ち込みますんで失礼します。うっす。